皆さんこんにちは、キャンプタカニーです。本日はですね、自転車キャンプ旅の、Day4、Day5 の2日間にわたってご紹介しようと思います。Day4 に関しましては、静岡県の御前崎から、愛知県の岡崎まで、距離にすると大体103キロという距離になります。それではね、早速 Day4 からご紹介していきます。どうぞ。皆さんおはようございます。本日は、一応旅の工程としては3日目に入ります。3日目はですね、最初に静岡の御前崎という場所から、スタートで、目的地はですね、浜松のさらにその先になりますと。皆さんおはようございます。朝からね、走って、浜名湖まで来ました。見えるかな、この後ろのね、湖、浜名湖になります。に赤い鳥居が見えますでしょう。これ浜名湖なんです。キャンプ場から出てですね、またパッキングして、こんな感じになっておりますと。特に変わったところはないんですけど、実はですね、サンダルを一足なくしました。走ってる間にね、この上に乗ってたサンダルがコロッと多分落ちたんでしょう。なかったです。めちゃめちゃ悲しい。また随分マニアックなルート。めちゃめちゃローカルですね。浜名湖を過ぎまして、結構ね、田舎道が続いてたので比較的涼しかったんですけど、この後ですね、一気にアスファルト地獄になりまして、で、まあアイスをね食べつつ、ひいひい言いながら自転車を漕ぐんですけども、実はですね、朝からちょっと計画はしてたんですけども、昼間は完全に動かずに休憩しようっていうことになりました。で、私はですね、川が走ってる橋の下ですね、ちょうどいい日陰と、昼寝スポットがありましたので、そこで、お昼寝をしておりました。で、2時間ほどですね、休憩をして、暑さのピークをね、ちょうど過ぎたところにまた走り出しましたと。ラスト30分ぐらい走れば目的地に到着するかなっていうところで、道の駅がありましたので、そこでちょっと休憩をしようかなと思って寄り道しております。アイスクリームとかね、かき氷食べてね、すごい美味しかったんですよね、これが。
我々が到着した岡崎のホテルでですね、荷物を下ろして、その後、居酒屋、岡崎の居酒屋に行って、乾杯をするわけですね。それで、Day4 が終了です。はい、というわけで Day4 がね、終了したわけですけども、引き続きで Day5 ご紹介していきます。 Day5 に関しましては、愛知県の岡崎からですね、岐阜県の大垣市っていうところにですね、この大垣市がですね、実は私の地元なんですね。そんな感じで、私の故郷にですね、向かいます。それではご紹介します。どうぞ。岡崎のホテルからスタート。今日はですね、私の実家大垣へ向かおうかなと思います。はい、名古屋駅到着いたしましたと。かなりね、今日は簡単なライドで簡単に名古屋に着きました。これからね、大垣に向かってさらに走っていこうかなと思います。そう、名古屋でちょっとモーニングもしていこうかなと思います。はい、大垣駅到着いたしました。で、私の実家のあるこの大垣でですね、今日は一泊しようかなと思います。水の都と呼ばれている大垣なんで、水まんじゅう食べたりとか、湧き水飲んだりとかね。水まんじゅういただきます。はい、というわけで、Day5 のご紹介でした。そうですね、 Day4、Day5 まとめますと、本当にですね、アスファルトしかなくて、ほとんど自然がなかったなって感じですね。キャンプ場もですね、キャンプもしてないし、ビジネスホテルと、実家に泊まっただけなので、マジでね、普通の自転車旅ですね。確かにバイクパッキングはしてるんですけど、ノーキャンプな旅だったので、非常になんかキャンプレスにあったんですけども、皆さんご安心してください。Day6 に関しましてはしっかりキャンプしますので、もうね、ちょっと次回お楽しみということで、今回はですね、終わらせていただこうと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。それではさよなら。